はい、こんにちは、アッピーです。ちょっと待ってみます。11回目ですね。試練の途中です。危ない。ここで切り替わります。このアーチは両側から調べる必要がありそう。この床には慣れないな。ああ、こんなのがあるな。未確認。難しいね、僕は。こっち向いちゃってる。うわぁ。うわぁ、こっち側とかありえるの。え？こっちが打ったよ。マジか。なんでこっち側に降りちゃったんだろう。アーチの両側で変化を確認しよう。危ない。びっくりだな、旦那思っちゃった。せっかくね、ああいうとこ難しいとこねクリアしてさありえるよね。ほんと嫌だわ。
これで切り替えよう。アーチの両側で違うのは確かだけど、でも何が？良いのは出てないですね。これね、全部あの店で買った道具です。やっぱり強いですね。はい、それではね、ボス戦かな。はい、ここも薬2つですね。5ダメージいけました。難しいね、ここ。周りの世界を変化させる君の力は実に素晴らしい。どうした？父が良くならないんです。兄を失った悲しみから立ち直れないのかも。愛する人が苦しむのは辛いな。ずっと前のことなのに、子供を失った苦しみが昨日のことのように蘇るみたいで。父に必要なのは柱じゃなく安らぎです。私に何かできませんか？お父さんに十分尽くしているよ。まだ足りません。苦しみを取り除いてあげたい。使いたい気持ちはわかる。君が持つ物質世界を超えた変化を起こすこの魔法をね。しかし人の感情はそれ自体が大きな力を持つ。たとえ善意あふれる有能な魔女でも、大きな感情を操作した結果どうなるかなど分かるはずもない。父さんが壊れていくのを黙って見てろと言うんですか？君が肩代わりしてはいけないんだ。
毎年生徒がお茶の葉に見るもののおかしさときたら想像以上ですな。ああ、ミス・モーガナーク、いや、モーガナーク先生と呼ぶべきかな。まだちょっと慣れませんね、ルクード先生。闇の魔術に対する防衛術の教授だそうだな、誇らしいよ。さあ、座りなさい。旅の話を聞こう。よかったら今夜は皆さんと一緒に家まで来てくれませんか。話したいことがたくさんあります。それは楽しみだな、皆にも知らせよう。よかった、ではまた。別の記憶だ。さて、出口を探そう。レベリオ、結晶がもっとある。あそこから地図の間に戻れそうだ。おや？私はホグワーツの生徒です。こちらはフィグ先生。私はチャールズ・ルックウッド教授だ。最初の試練を突破したのかね。私がルックウッド先生。グリーンゴッツの憂いのふるいであなたを見ました、ラッカム先生も。いかにも。で、君はラッカム先生の金庫へ行けるポートキーを見つけ、ペンシーブに浮いていたロケットの中にあった地図を読み解いたのか。はい、最後に見た憂いのふるいに何かわからないものが浮いているのを見つけました。試練ではそれに似た異物を探すことになる。しっかりと守らねばならんぞ。我々が用意した旅を完了させるのに必要なものだからな。全てが揃ったら何をするか教えよう。わかりました。次の試練のことは何か教えていただけますか。君が先へと進む前に、私はチャールズと喫緊の問題とゴブリンについて話をしたいのだが。ゴブリンだと。ゴブリンによって使われた強力な闇の魔術の痕跡を見たのだよ。彼らは指導者のフィグ先生とサンバカーの塔近くでゴブリンと出くわしたが、それだけではないのだ。彼らはグリンゴッツにある私の金庫でもゴブリンと遭遇したのだ。詳しいことが分かるまで試練は中止すべきだな。もちろん、この件については君に従おう。さてと。待ってください、ルックウッドって名前、もしかしてビクトールと関係があるか。可能性はあるが、どうだろうな。まず憂いのふるいで何を見たのか教えてくれ。最後の憂いのふるいで出た魔女の石ドーラがホグワーツの教授になる前、ラッカム先生と苦痛を取り除く魔法の使用のことで言い争ってたんです。次に詳しいことがわかるといいのだが、今はランロクが何を知っているか突き止めなくては。正直どこから始めればいいかわからんな。実は心当たりが。前に一度3本のほうきでシローナがゴブリンと話してるのを見たことがあって、仲が良さそうでした。やる価値はあるな。調べてみなさい。もちろん勉学を忘れては。勉強ですよね。ああ、行く前に。え、先生、渦巻くような魔法の痕跡に遭遇したことはあるかね。ああ、我らの道にあったものとは別にだ。ないと思います。何なんですか。それはかつての守護者の尽力の証だ。古代魔術を制御しようとしたのだよ。私の考えが正しければ大抵正しいのだが、それを使って魔法に力を吹き込み強化することができるだろう。ありがとうございます。探してみます。綺麗。
なんで待てれてたの？でもいつも外だからね。たまにはベッドがいいよね。あ、クエストクリア。まあ、縛る。大変な試練でした。はい。じゃあね、今回はここで終わりたいと思います。3本のほうきの白鰻に。え？ほうきのアップグレードの準備ができた。ああ、はいはい。人に知られたくない緊急の案件があるんだ。いつでもいい。お前の都合がいい時に俺のところに会いに来てくれ。俺たちはお互いに助け合うことができるはずだ。はい、こうやってこのこういう間に手紙来るんですね。もう途中でも来てるかな。はい、はい、じゃあまたです。バイバイ。